先見の明という言葉があります。その人の発明は日本より先に世界で認められました。でもそれゆえに心ならずの原爆の悲劇にまで加担することになってしまったのです。主人公はもちろん日本人。心にしみるいい話、ご覧ください。20世紀初頭に始まった世界のテレビ放送、以来どの国の屋根にも同じ形のアンテナが。実はこれ80年も前にある日本人によって発明されたものなのだ。その日本人の名は八木秀次。テレビの父と呼ばれ、科学立国日本の礎を築いた男である。テレビの父、科学立国日本の礎を築いた男、八木秀次とは。世の中に先駆けたことをやる者は世の中に理解されないが、責任を自覚して進まなくてはいけない。1886年に生まれた八木は、東京帝国大学で電気工学を学んだ。在学中、八木の人生を変えるような出来事が起こる。それは日露戦争。日本海軍は当時無敵と言われたロシアのバルチック艦隊を撃破。敵艦の位置を正確に把握し攻撃、勝利した。その陰には無線があった。無線は重要だ。いつか電波の時代がやってくるに違いない。ところがそんな八木の思いとは裏腹に、日本で電波の研究は誰からも相手にされなかった。光ファイバーを発明し、今最もノーベル賞に近い男と言われる首都大学東京名誉学長西澤淳一は、八木についてこう語る。ただ勉強してりゃいいっていうもんじゃないと。今まで人のやってないことを やってみるということが大事なんで、これは道の前ないところに道をつけようとなすったわけですね。東北帝国大学教授となった八木は、学生たちと電波の送受信実験に取り組んでいた。そしてある日、不思議な現象に遭遇する。それまでの受信機、つまりアンテナは、さまざまな電波を同じ強さで受け取り、特定の電波だけを強く受け取ることはできなかったのだが、たまたま送信機とアンテナの間に障害物があった時、その電波だけが強くなったのだ。この偶然が80年以上経った今でも世界中で使われているテレビアンテナの発明につながったのである。その仕組みはこうだ。金属の棒が捉えた電波は棒から棒へ伝わる間に徐々に増幅されていく。後方の金属棒も漏れた電波を反射する。そう、アンテナそのものに障害物を加えていったのだ。こうして1926年、八木アンテナは誕生する。1928年にはニューヨークで開催された学会で論文を発表。世界の研究者たちに、今日はヤギショックデーだと絶賛されたという。しかし日本においてその研究が認められることはなかったのだ。それどころか、重要な発明と認めがたいので特許を延長できないと、特許権の延長すら退けられた。当時の日本は八木の研究についていけなかったのだ。1939年、第二次世界大戦勃発。ヨーロッパの国々はドイツ軍の脅威にさらされる。だが徐々にイギリス軍が劣勢を跳ね返し始める。実はその陰にあったのはレーダー。当時イギリス軍とアメリカ軍は世界最先端のレーダー技術を開発。これにより敵の位置を正確に把握し、ドイツ軍を圧倒していったのだ。1942年、シンガポールに侵攻した日本は、
そのレーダー技術の秘密を知ることとなる。それはイギリス軍のニューマン伍長が持っていたノート。そこには当時軍が使用していたレーダーの性能や操作方法が事細かに記されていたのだが、さらに驚きの事実。読み進めるうちにある単語が頻繁に登場することに気づく。それは YAGI、 ヤギという文字。これは一体。早速収容所にいたニューマンにその意味を聞くと、衝撃の言葉が返ってきたのである。このアンテナを作った日本人ヤギを知らないのか。イギリス軍の最先端レーダーには日本では見向きもされなかったヤギの技術が使われていたのだ。そして1945年、広島長崎に原子爆弾が投下され、日本は敗戦を余儀なくされる。なんとその原子爆弾にも破壊効果が最大になる高さを探知するためにヤギの技術が使われていたのだ。後にその事実を知ったヤギは、科学は決して戦争のための武器ではない。かつて未来を見据えて没頭した研究が招いたのは、皮肉にも焼け野原の日本だった。しかし彼の発明は戦後の経済復興に欠かせないものともなったのだ。戦後8年を経て始まったテレビ放送の受信にヤギアンテナが最も適していたのだ。人々はテレビに驚き、励まされ、そして笑った。ヤギアンテナがなければ日本だけでなく世界中にテレビが普及することはなかったと言って過言ではない。発明から80年以上、2011年に完全移行される地上デジタル放送にもこのアンテナの原理が引き継がれる。ヤギアンテナの、その研究というのは、その特許が切れた以降もですね、世界中の研究者がいろいろな研究をしておるんですけど、基本的な原理構造は未だに変わってないと。常に最先端を走り続けた八木秀次、絶えず次の時代を睨み続けていた男は、半世紀前に携帯電話時代の到来を予言していたという。1950年ぐらいですかね。通信っていうのはいつでも どこでも誰とでも話ができなきゃいけない。ですから、あの人と話をしたいと思ったら、その人にだけちゃんと電波が伝わるようにしなきゃダメなんだよと。今の携帯がそうなんですね。そういうことをね、おっしゃっておられて。一方で八木は後輩科学者たちの才能を見出す天才でもあった。日本人初のノーベル賞受賞者湯川秀樹は、大阪帝国大学の教授であった八木の下で講師を務めていた。研究者には厳しかった八木は、ある時湯川にこう語ったという。君は阪大に来てからまだ論文を一つも書いていない。論文を書かない研究者は研究者じゃない。奮起した湯川は翌年中間子理論を発表。日本人として初めてノーベル物理学賞に輝くことになる。あの時八木さんの雷があらへんかったら、わしはあの論文を書いていたかどうか。修正時代に先んじた偉大な男は、1976年、89歳でその生涯を閉じた。八木はこんな言葉を残している。国家を戦争に勝たせるためではない、人助けをするのが科学だ。特に我々日本人はこの点をしっかりと考える必要がある。科学立国日本の礎を築いた男、八木秀次をジャパンオールスターズに認定。いや、これはもうどこの屋根の上にもね、今イメージあります、うん、八木アンテナなんて言ってなかったね。初めて聞いたでしょ、八木さんの名前は。初めて聞きました。八木さんがいなかったら世界が違っていたと思うと、もっとみんなが八木さんのこと知っててもいいはずなのに。そうなんだよね、そういう人多いよね。